あっつ。はーい。あ？今日も真面目にやってるね、材木屋の二代目は。村一番の美少女が遊びに来てやったぞ。里中さつき、この村の大地主の娘にして俺の幼なじみ。以来俺が読書スペースとして私物化しているこの資材管理小屋で放課後を過ごすのが日課になっている。いつもの新刊買っといてくれた？家じゃそういうの読むキャラじゃないもん。お、あった。合格！ちょ、何しようとしてんだよ！健全な男子の前で生尻まで晒しといて無事で済むわけあるか！